倒的破壊力の44号機、ここ最近は勝負どころが鬼門でしたが、今回は王道を突き進んできました。絶対的主役エースモーターをめぐる戦いにシニア・ヤング関係ありません。第5回のシニア対ヤング、いよいよ迎えます12レースの優勝戦です。この時間帯になりまして少し風が出てきました。スタートライン上が弱い追い風です。さあこの風が果たして後押しとなるか。1番の北川幸則が1コース、自身そして44号機ともに昨年11月以来の優勝がかかります。1コースに北川、待ったをかけるでしょうか。2コース2番の前田翔太、初日はまくり出して破りました。その再現なるか。2番の前田、3コースに3番の佐藤翼、悲願の地元初 V へ。4コース角は4番後藤博史、地元勢が仕掛けの形を作るでしょうか。そして5コースはチルと上げて打倒エース機、5番の長岡茂和。6コースはデビュー以来初 V へ、当地初優勝になりました6番の宮本夏樹。12レース優勝戦、やや追い風、進入台形インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。3番の佐藤がスタートを決めていきましたが、圧倒的パワーで伸び返します。1番の北川幸則、それでも3番佐藤がまくっていく。しかしあと一歩のところ、この体型では厳しいところ。内をついて2番の前田も刺して追走、ただ前田がだいぶ伸びている。それでも1番の北川直線負けません。スタートは前提正常。さあそれでも内から競りかける2番の前田、1番の北川が振り切った。ここで勝負ありました。一方かなりもつれました。3番の佐藤がぶつかり合いながらも2番の前田をかわす。この後ろから5番の長岡やってきた。先頭をこの間に大きく抜け出したのは1番の北川幸則、2周1マークの旋回。2番手内から5番の長岡競りかける。これは3番の佐藤を振り切った。ちょっとこの辺りもややもつれまして、2番の前田は4番手に交代です。3番手はここで5番の長岡、2手審査続く2番の前田。前田も直線ではだいぶ伸びています。さあこれから2周2マークの旋回、内から2番の前田が競りかける。外を回って5番の長岡、ここは振り切りました。座り込んでしまいました2番の前田。この後ろに4番の後藤、6番の宮本で優勝戦は最終周回です。圧倒的パワー見せましたが完勝という感じではありませんでした。1番の北川幸則、1マーク差しとまくりなんとか封じました。1番の北川先頭、最後のバックストレッチに移ります。2番手が3番佐藤、惜しくもという展開。そして3番手に5番の長岡です。北川自身もそしてエースモーター44号機ともに昨年11月以来の優勝、これが通算71回目。今回は堂々と人気に応えたエース機、先頭1番北川幸則優勝ゴールイン、3番佐藤ゴールイン、5番長岡ゴールイン、2番前田ゴールイン、6番宮本ゴールイン、4番後藤ゴールイン。